密です。密です。社会の知事、密です。私が平和を守ります。密です。今から平和を守るためにパトロールに行きます。密です。行きましょう。いた。ダメ。密です。密です。密です。距離を空けてください。密です。ここダメ。2メートル以上。ダメ。ダメ。くっついちゃダメ。密です。密です。小池百合子にゃん。ダメです。離れましょう。離れてください。怒られる俺。政府に怒られる。さすがに今のは怒られる。今の名前は怒られる。絶対怒られる。離れて。なんてこの二人そうじゃん。小池百合子にゃんじゃん。離れて。セットじゃない。離れて。密です。密です。ダメです。密です。離れてください。もう、そうなんですよね。野外ライブだったらまだセーフかもしれないけど、ライブ会場自体も今、あれなんよな。規制されてて入れない。ダメだよ、だから密だよ。4人でしかも密です。2人以上はダメなの。密です。つまりもう一人ぼっちになれっていうことや。密です。自粛して、お家で。自粛。離れて、密です。離れなさい。ハチミツです。なんだそれは。離れて。小池百合子には離れて。あ、偉い。一人だけ偉い子いたぞ。見て。あ、偉い。ちゃんと距離離してる。君、偉いね。密です。何？密です。もしかして名前見せたいのか？密です。ダメ。喧嘩してダメ。暴動ダメよ。密です、ダメ。あー小池にやられた。普通に家出ないでって言うとつまんないじゃん。子供からすると。こうやってね、注意喚起をしていかないといけないと思うんだよね、俺は。さ、学校の授業みたいにさ、注意喚起をするんじゃなくて、もう、家にいてくださいって。ただ言うんじゃなくて、こうなんかゲームにして伝えた方が、やっぱなんか伝わりやすいかなって思うんだよね。ねえ、みんな、密だよ。ねえ、みんな密だよ。涙密よ。密。自粛して。自粛、お家に帰ろ。ほら、お家。寺院がある、寺院が。お家あるぞ、ここに。帰ってきなさい。こんな真夜中にさ、人が集まりそうな、お祭りみたいな提灯いっぱいあるやん。ダメだって、密ですよ。密です。密だよ。密、オッケー。小池百合子にゃん、密。倒した。えらい。家に帰ってる、ほら見て。あれが本来の姿。お家帰った。外出ちゃダメだ。外出ちゃダメ。じゃあ、戻りなさい。そう。で、家の中でも気をつけないとね。家の中でもやっぱ距離離さないといけないから。そう。えらい。お家お帰り。入って。だからダメ。入っちゃ。家出ちゃダメ。出ちゃダメとは言えないけど。自粛だから家出ちゃダメとは言えないけど、戻って。そう。君たちも距離。小池と百合子に話して。距離ちょっと離して。家の中でも気をつけないと油断できないからね。みんな分かった？油断しちゃダメ。出ちゃダメ。ダメだろ。怒られる。これモザイク。はい、これモザイク。